食べたいな。お客さんがまたほら、ね、増えたからこれで、まあ、とりあえず神木を締めていただいて遊んでた、はい、好きでしたね、カブトムシ取ったり、はい、蜂蜜塗りに行きました。え、蜜を塗りに行きました。君のことをずっと考えてた。あの、特に下まつげが長くて見えますかね。長いですね。下まつげが長いのは多分あまりいないんじゃないかなと思ったので、すいません。どのぐらいやろうか。あ、ちょっとやって。で、一つ目が、あの、今回柔らかくて、おぉ、今回柔らかいんですよ。で、柔らかいね。まあ、効果はないんですけど。足は、足もう柔らかくて、すごい、すごいね。なんで、なんか やってたの。あの、もともと柔らかいんですけど、その舞台とかをやるにつれて、うん、どんどん柔らかくなってって、うん、すごいね。まあ、ここですよ、ここ来て、こうやってみて見たいな。すごいね。お時間取らせました。好きな子いる？好きな子いないっす。またそうやって、またそうやってて、またそこでなんで突っ込まれるんですもん。引き出そうとしてんだよ。あとまず加えて、ナイスキャラの辻口さんに突っ込まれつつ制作開始。まず煮詰めた飴に色をつけ、それを丁寧に小さな飴粒にしていきます。熱っ、熱っ、え、これ熱いですね。あ、それ演技、それ違いますよ。まだキャラ。土台となる飴の上に飴粒を溶かしながら配置。最初は慣れない作業に悪戦苦闘していた三浦さん、次第に無駄話も消え作業に集中し、世界に一つの飴ジュエリーを作り上げていきます。はい、完成です。うわ、どうなるかと思った。こちらが三浦さん作のアメジュエリーリング。まるでクリスマスツリーのようにカラフルでゴージャスなリングに仕上がりました。